私の名前は水木。小学3年生の娘千秋と去年生まれた息子のヒロヤ、そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャ丸。この3人を育てている兼業主婦だよ。これはまだ私がヒロヤを妊娠する前の話。特に仲のいい3家族で USJ 旅行に行くことになったんだけど、他のママさんが自分の子供を連れて行ってくれと、そりゃもうしつこかったんだよ。ねえ水木さん、あなたそれでも母親なの？このみさん、また旅行のことだよね。そう、なんでうちの子を連れて行ってくれないの？うちの子 USJ に行きたがってるんだよ。どうして連れて行ってくれないの？ひどいじゃん。だから何度も断ったでしょ。でもうちの子は行きたがった。今度の土曜日うちの子予定ないの？ねえ連れて行ってくれるよね？行きたかったらどこにでも行けるわけじゃないでしょうが。それにさ、まだこのみさん一家も参加させてくれって言うならわかるよ。なんでお子さんだけなの？だって別に私は USJ に興味ないし。それに暑いじゃない？興味のない場所に何時間も。ねえ、興味ないとかそういう問題じゃないでしょ。だからうちの子を連れて行ってくれればいいだけなの。嫌だね。なんでうちの子をいじめるの？そうやって被害者ぶるのやめてよね。普段関わりもないお子さんを泊まりの旅行に連れて行くなんて、そんなことできるわけないでしょうが。仲良くしている家の子だって泊まりの旅行なんて考えるのにさ。たかが子供一人だよ。そのくらい面倒見れるでしょ。たかが子供一人ならこのみさんが連れて行ってあげなよ。聞いたよ、他のママさんたちに言ってたでしょ。子供の面倒を見るのが嫌だからあいつらの旅行に便乗させちゃおうってさ。なんだ、聞いてたんだ。でもいいじゃん、あんたら3家族で行くんでしょ。大人が6人はいるんだからうちの子がいてもいいじゃん。よくないよ。今週の土曜日朝7時集合だよね。絶対にうちの子を参加させるから家の前に置いていくからさ。てかもう旅行は終わったから。は？何が？予約が終わったってこと？小学2年生の男の子なんだから一人くらい追加してもいいでしょ。ホテルなら水木さんが添い寝してあげてよね。うわ、何それ。なんで私がよその子に添い寝しないといけないのさ。そうじゃなくて USJ 旅行自体が早く終わったの。は？何それ、嘘でしょ。嘘じゃないよ。このみさんに日時がバレてるみたいだったから予定を早めたの。もう旅行は終わったんだよ。何それ、私のこと騙したんだ。ひどいひどい。旅行に参加しない人を騙すも何もないでしょうが。じゃあ今度の土曜日うちの子をお泊りさせて。日曜日の夜に迎えに行くからさ。絶対に嫌だし、無理に預けてきたら警察に行くからね。なんでよこの意地悪。うちの千秋とこのみさんの息子さん相性悪いし、何度か喧嘩してるよね。なんでそんな家にお泊りさせようとするのかわからないよ。うちの千秋は絶対に嫌がるだろうね。子供のしつけくらいちゃんとしろ。は？うちの息子ちゃんを受け入れないなんておかしい。おかしいのはこのみさんの頭だよ。だいたいもう USJ 関係なくなってるじゃん。はあ？もういい、あんたなんかと友達やめる。最初から友達だなんて思ってないよ。キー。それと私たち金曜日の夜から義実家に泊まりに行くから、うちの前に子供を置いていっても無駄だよ。許さない、そんなの許さないからね。このみさんみたいに無理やり子供を押し付けてくる人、まあ結構いるっちゃいるんだけど、普通は断ればそこで諦めてくれるんだよ。このみさんの場合はとにかくしつこいんだよね。というかなんでここまでしつこいんだろう。そこで気になって調べることにしたら、ある事実が分かったんだ。3日後。ねえお願いお願いよ、土曜日うちの子を預かってよ。てか旦那さんがいるでしょ。夫には頼れないの。なんで？このみさん実家に帰ったり遊びに行ったり、そういう時旦那さんがお子さんの面倒を見てるって言ってたよね。それはそうなんだけど、3家族で行く USJ 旅行にうちの子を連れて行かなかった罰だよ。今度の土曜日は絶対にお泊まりさせるから今すぐ約束して。旦那さん般若みたいな顔して怒ってるよ。え？ちょっとまさかだけど、あのさ、今さっき夫が出かけていったの。この間の出張のお土産渡してくるって。それうちだよ。今うちに来てくれてる。え？このみさん忘れてない？
このみさんの旦那さんとうちの夫、同じ電車好き仲間だって。あ、そういえば、なんか電車をモチーフにしたお菓子なんだってね。わざわざ持ってきてくれたんだよ。で、このみさんがお子さんを何度も何度も預けようとしてくること、旦那さんに話しておいたから。違う、違うの、違うんだよ、違うんだってば。いやいや、落ち着いて。てか、なんでうちの夫そんなに怒ってるの？そりゃ、私がしつこく託児されそうになってるからって話したからでしょ。しつこくなんてそんな。てか、前から近場のママさんたちに子供を無理やり預けようとして、何度もトラブルになってるんだってね。で、旦那さんから、二度としないように言われてたんでしょ？それと、このみさんが子供を預けたがってた理由も分かってるから。私だって子育てに疲れて。コンカフェっていうの？このみさん、イケメンが接客してくれるお店にドハマりしてるんだよね。なんか、アイドルみたいな活動もしてる人なんでしょ？なんで？それは夫にバレてないはずなのに。このみさんの近くにいるママたちに聞いたらすぐ教えてくれたよ。その男性にはまるようになってから、あちこちで託児してて、いろいろトラブルになってるってね。違うの！それはただの勘違いだから！土曜日、その人と一緒に行くバスツアーがあるんでしょ？それでお子さんを預ける場所を探してたんだね。勘違い！勘違いなの！じゃあ、土曜日はお子さんと一緒に家にいるんだよね。それは、違うの！でも子育てで疲れちゃってさ、その日はちょっと私も泊まりで旅行に行きたいなって。全部バレてんだよ。え？旦那さんからも話聞いたよ。土曜日、お子さんを連れて実家に帰ることになってるんだよね。なんで旦那さんに嘘ついてるの？ギャー！はい、なんで？だから、ギャーだってば！ LINE でギャーとか書かれても意味ないから。てか、旦那さん今から帰るってさ。え？帰ってこなくていいから！もう託児しない。託児するときは預け先と理由を旦那さんに事前に話す。こういう約束をしてたのに、嘘つくからいけないんだよ。ま、あとは夫婦でゆっくり話してね。いやー！昔、メイド喫茶って流行ったでしょ？今はあんな感じで、コンセプトを決めた飲食店が流行してるんだって。このみさんは男性アイドルが働いているお店にドハマりして、子供を預けて通い詰め、その結果、周りのママさんたちとトラブルになっていたみたいだね。それで旦那さんとも、託児についていろいろ約束をしたらしいんだけど、全然守ってないじゃん。そりゃ旦那さんも怒るはずだよ。ちなみに、旦那さんは託児の理由はよくわかっていなかったみたいで、コンカフェのことを教えてあげたらブチギレしてたっけ。3日後。ちょっと！あんたのせいだからね！あんたのせいで！うちはもう終わりよ！ああ、このみさん、離婚するんだってね。昨日、うちの夫、みずきさんの家に行ったんでしょ？私の夫に、愚痴りに来てたんだよ。じゃあ、聞いたんでしょ？私が300万を使い込んでたこと。え？そんなに使い込んでたの？そんな話聞いてないけど。てか、300万ってすごいね。嘘！聞いたんでしょ？だって、旦那さんは私の夫に愚痴を言いに来たんだよ。私は子供たちと一緒にとっとと寝たし、二人は夫の趣味部屋でゆっくり飲んでたんでしょ？じゃあ、なんで噂が広まってるの？噂？今日、前に仲良くしてたママから連絡が来たの。300万も使い込んでたの？最低だねって。そのママさん、このみさんの近所の人じゃないの？お隣さんだけど。じゃあ、夫婦喧嘩の声でも聞こえてたんじゃない？そういえば、暑いから窓開けてたんだ。どうしよう。あの人はスピーカーみたいにあちこちに噂を広げる人なのに、もうここにはいられない。まあ、離婚するなら引っ越すことになるんじゃないの？女二人でどうしたらいいのよ。私のママも離婚になったのに。え、このみさんのお母さんも離婚になったの？それ、まさかだけど、お母さんも同じアイドルにハマってたとかじゃないよね。違うから！そうなんだ。私が好きなのはメロメロラブリン王子キュンなの！はぁ？お母さんはマサミが好きなの。いや、よくわからないんだけど。わかるでしょ？王子キュンは可愛い系で女装とかするの。マサミは逆でスウェット姿で接客したりするんだよ。これがまたラフな感じでよくてさ。うん。好きなものを追いかけるのはいいと思うんだけど、
そこに家計を使い込んでお金使っちゃダメでしょ。でも離婚はやりすぎだから。その後結局このみさんは離婚することになったんだけど、ちゃんと家事をしていなかったこともあり、使い込んだお金とかも含めて慰謝料が500万だってよ。ちなみにその後は離婚した母親と二人暮らしを始めたんだけど、二人とも即持たされたお金を使い切っちゃったんだって。おまけにずっと専業主婦で働いたこともなく、今後どうするのかというタイミングでカフェに新人さんが入ってきたらしく、彼を争って二人で大喧嘩、今は仲良く入院してるってさ。ここまで来るとどうにもならないね。さあ、私も三人いる我が家のアイドルのお世話頑張るかな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。